日本の運転免許運転免許証限定免許。順中型で運転できる順中型車は順中型車に限るの限定条件が付された運転免許。メガネ等及び普通二輪は小型二輪の AT 車に限るの限定条件が付された運転免許限定免許とは日本の自動車運転免許において道路交通法第91条の規定により 自動車の運転に関する限定条件が付された運転免許証の通称である。自動車の特性等を考慮し、一定程度の需要があるとされる限定条件については、道路交通法の解放期である道路、交通法施行規則において、AT 車限定、小型二輪限定などの規定枠が定められており、運転免許試験場や指定自動車教習所で当初から、 その限定条件を念頭に置いた免許取得をすることが可能となっている。一方、車両側の特性でなく、運転者側の事情を考慮した限定条件もあるが、こちらは個々人により状況が異なるため、同志向規則で包括的な区分や名称を定めず、運転免許証を交付する都度その状況に応じて個別に条件を付すこととなっている。ただし、 複数の身体障害等による複雑な限定条件でないものは施行規則よりさらに会の内部通達等で限定条件の記載例が定められている場合がある。運転免許証の免許の条件等欄には車はに限るなどのように記載されるの部分は運転可能な車両の様態が記される。代行運転は普通車しか認められておらず、住人乗り乗用車で 準中型車に該当するものは、ほぼないが、既得権保護のため、中型免許新設から準中型免許新設までの間に取得した普通二種免許は、中型2種の限定免許に移行した。ただし、この免許では、中型車は一切運転できない。限定条件は、中2で運転できる、中型車はなく準中型車は準中型車に限るとなる。AT 限定の場合はそれに加え、 準中型車と普通車の旅客車は AT に限ると記載される。審査ミサイとは法令改正に伴う免許区分の等配合等により運転可能な車両に一定の制約が課されることとなったものの免許の条件等欄に記載される条件を言う。前説の限定条件が解除審査時の手数料が有料となるのに対し、審査ミサイは 公安委員会の試験場で審査を受ける場合は、手数量のみ無料になるという違いがある。免許の条件等欄には、審査ミサイルと記載される。2は、小4社、広市1、広市1、2、広市2、経営者が示される。裏面備考欄に、車はに限ると記載される場合もある。この審査ミサイルについては、表示が簡略すぎて制限される内容がわかりにくい。 などの批判があり、警察庁でも表示の改善を図るなどしてきたが、2007年6月2日、施行の道路交通法改正においてすべて限定条件方式へ移行することが規定され、制度としては消滅した。免許証更新が未到来で表示上は審査未イとなっていても、同改正施行以降は、法的には限定条件に書き換わったものとして取り扱われる。 これらの限定条件、審査ミサイを解除するには、限定解除審査を受けなければならない。原則として、限定条件の解除審査は運転免許試験上、指定自動車教習所のいずれで受ける場合も、有料となるが、審査ミサイの解除は運転免許試験上で受ける、場合に限り試験手数料は無料である。ただし、試験車両使用料は有料である。ありがとうございます。